さて、これで常設コンテンツとなる七星召喚の説明も以上かな。うん、本日の予告番組もこれで終了だね。なあ、なかなか悪くない情報だったよ。楽しませてもらった。ええ、今回も遊べる内容が盛りだくさんで楽しみね。そうだね、きっとこれを見てくれているみんなも満足してくれると思うよ。うん、俺も新しい内容が待ちきれないよ。それじゃあみんな、またね。また会いましょう。じゃあね。またね、青二歳ども。